All right, let's go. あ、セル。セル。その本。お帰りなさい。僕の正体はもう僕は第一律者。ベルト用の。So he has like he multiplied himself. 一年前、ベルトは漁師の海に入って以降、答えを知りたければ前へ進むといいよ。What happened to him? 君の心に、eh? まだ迷いがある。eh? あの係屋という人が君を苦しめている。大丈夫です。気にしていません。でも、ブローニャはあのゼーレっていう女、彼女のことは知らない。彼女の本体が漁師の海に漂っていて、彼女は特殊な力を持っていて、でもまだこれから訪れる世界で、また彼女に会えるかもしれない。でも本当の彼女を見つけたいのなら、あの本は君と彼女をつなぐ躊体。わかりました。ゼーレ、ここは。君が一つ目の世界を解いたから、これが二つ目の世界。君に共鳴して。ハレル、我が子よ、ミハイルのことをよろしく。我が子よ、先に行き、主の。セレー。Wait, that's Otto. He sounds so different. 我が子たちよ、それは死が先に訪れただけ。あの人は、それと学園精霊。精霊はどこに？ Oh, it's a different world, right? It's like a parallel universe. Keep waiting. 子供たち、戻ろ。カレル、あなたのお気に入りの車、色がはげたところを、よし。彼らは葬儀を、花も写真もない、変わった風景ですが。ここは孤児院だよ。ブローニャお姉ちゃん、見て。あの神父は、孤児院の責任者。神父。ここでオットー司教に会うとは思います。お姉ちゃん。危険で悪い人です。一つ前の世界では、とりあえず、この世界のトップ。Imagine if it's actually Otto this time. Otto is actually the key to solving this world. みんなお腹空いたよね。Actually, ビッチリサーレ。ポタージュかな？違うわ。ポタージュは火曜に食べたばかりよ、ゼーレ。セレ。ブローニャ、ポテト。ポテトです。ブブー。罰ゲームとしてビーフを多めにするわ。たくさん食べて大きくなるのよ。テレサ。どうしたの？元気を出してほしいのはわかるけど、カレルはいなくなった。ヨアヒム。うん。もう君さ。おや、もうご飯かい？神父様、わざわざ着替えてどうしたのですか？もうすぐ冬だから、テレサ。ゴーヤ餅は食べたい。食べたい！熱いゴーヤ餅が食べたいわ。多めに買って帰るから。神父様。そう。まだだよ。早く準備をしておきなさい。では行ってくる。行ってらっしゃい、神父様。テレサ、何か。そうね。洗濯物のカゴが5つも溜まってるわ。そうだ。薪も足りてないわ。寒くなる前に、本当は力のある男、カレルを失って。大丈夫、お願いね。日が暮れる。私も一人の時間が必要なのかもし。少し変です。孤児院から結構離れているのに、人の少ない雪原なの。気のせいでしょうか。ブロニャお姉ちゃん。ゼーレ、無理しないでください。大丈夫、少しでもここでの生活、あの子たちを見ると毎日苦しいけど、みんな家族を失ったけど、でもここの子たちは
神父の言葉によると孤児院にとって養子に何か事情があるのかもしれません。焚き木はこれで十分なはずで、うん、テレサ戻りありがとう。た生活は苦しいけれど、テレサは両親のことはよく覚えてないの。私をおぶって薪を、この孤児院を神父様が作ったことを、最初に来た子供じゃないけど、ヨアヒムはどうです？どうして？お昼ご飯の時、明日彼はここで、うん、私とヨアヒムに何か。神父様とヨアヒムに。ヨアヒムの父親は神父様に殺されたの。どうしてそんなことに？私の知る限り、彼の父親は医者で、そして彼は最初、ヨアヒムの父親はも、そして神父様がそれに気づいた時、そんな、だから神父様がヨアヒムの父親を殺した。それでヨアヒムは孤児になったのよ。ではヨアヒムはそのことで神父のことを恨むことができたなら、ヨアヒムは父親が犯した罪を知っていて、だから神父様のことを、彼が孤児院に来てからはその姿を見た時、それでヨアヒムは頭が良くて、だから彼を自分の跡継ぎにしようと。しでもその日から、その時やっと、もしかしたら彼にはこことは違う憧れの生活があって。それなら彼は言うはずだわ。彼は怖がっているの。何を？いつか自分、かつての自分の苦しみを、他の子、それが彼の忘れられないトラウマ。しばらくしたらヨアヒムはそれに同意し、彼は逃げています。ここを離れることで。でもそうしたら彼の心のしこりは。理屈は分かっていても、私がその立場だったら、それでも何かしてあげたい。そういえばおかしいわ。Came in to just do that. 突き当たりですね。手放せないもの。ブローニャお姉ちゃん。ゼル。こうしたら少し良くなる。昔、お姉ちゃんの手は温かくて。セレ。ゼル。苦しいことなら、ゼルはず。ありがとう。少しだけ迷いましたが、テレサのところに行きましょう。よくやったわ、ゼイ。ゴールまであと少しよ。こんなの。大丈夫よ。私たちがしてきたことは。わかってるよ。ここが別れた場所です。Seems like they found a way to get back. Or so-called materialize herself properly. I don't know how, man. I read the manga. And I still don't know how she's gonna do it. テレサの声だよ。急ぎましょう。急ぎましょう。起きて、起きてよ。神父様、おっと、お願いだから目を覚まして。That is so uncharacteristic of him. 何があったの？気を失っています。ゼレ、ここに残って。で、崩壊獣の数大変です。え？何が？ホッキン。あなたは。Oh no, it's just for her. Never mind.第八の神の鍵。ブローニャ。ブローニャの名前を知っ。あなたには羽の痕跡があります。驚きました。あなたは皆さんの記憶に存在していますが、私は都政の羽が残した3000片の羽のうちの1片。孤児院を崩壊獣から守ったの。どうして神父が都政の羽を持っているのですか？都政の羽の主は彼に恩があり、彼は私をここに連れてきました。しかし彼の命は今。神父は。彼には心残りが。彼は自身の認めたある人に私を託し、しかし彼とその人の間には越えられない壁があります。ヨアヒムのことですね。ホッキン。もしヨアヒムがこのまま孤児院を出たら。これは彼らのわだかまりだけではありません。どういう意味ですか？ The previous era knows. ブローニャ。しかし、あなたが本当に見つけたいのは他人ではなく、それがあの瞬間、
答えを知りたければいつかあなたは過去を乗り越え。神父様、目がテレサ。テレス。今はそんな場合じゃないわ。その傷は一体。ああ、平気だ。ブローニャお姉ちゃん。ブローニャは平気。神父様。あ、無事でよかった。 It's so weird to see him and Otto together. It's weird. It's cursed. It's very cursed. 荷物はもうまとまったかい？はい。Coming from someone that read the manga, it's pretty cursed that they are on very, very good friendly terms. Friendly. Very friendly terms. 朝に出るんだ、この十字架。It's also very close to the fact that Otto almost died from a Honkai beast. He has been through worse, but for some reason, in this one, the Honkai beast manages to like suck the lifespan of him. Yoahim, what are you doing? What are you doing? What are you doing? And also Teresa.Teresa being the mature one is cursed. Very cursed. A lot of cursed things, to be honest. まずい。もう日が暮れる。危ないわ。テレサ、神父をよろしくお願いします。ヨアヒム。僕のことはほっといて。もう考えたくない。崩壊中です。Who will be scared for Honkai chariot is so... I mean, greater or whatever.He's gonna be there. Why not? He's gonna beat the shit out of him.Ooh, what the pito? Yada, hayak tatte kudasai, Yoahim, Yoahim. Kim. Tatsukete. Oh, there we go. Oh, we might get the gun of Shazam. Shaham, Shalam. Yokatta, minna buji de. What? Shalam.気を失ってしまい、手を貸してください。一体何から逃げているのですか？自分の過去からですか？神父と個人、こちらも違うはずです。わからない。一体。この世界は、正しい、悪い、難しいのは分かっています。怖いなら、あなたのことが大事で、あなたには家族がいます。Hokim. Yappari. Bronya, Jere. Teresa,僕は十字架を雪原に落とした。神父様、やす、来週、いや、明日。大丈夫、いい。そうかい、彼の気持ちは理解できる。神父様のせいじゃん。善か悪かだけで、あの時。でも、いくら考えても、彼を通して。神父様。かつての僕の禁忌に触れ、聖女が僕を止めて、深淵か、僕は彼女と一緒に組織から逃げ、でも。僕たち彼女がいなくなる前に今その答えを君人の一生では1回目は全2回目は3回目は彼女を異国の地に埋めヨアヒムの迷いは理解できるだから子供たち僕はもう戻れないんだ犯した過ちが多すぎてでも神父様ヨアヒムあ
よきも姫。神父様が昨晩亡くした僕にプレゼントすると言ってくれたから、今でも迷っているけど、でも僕はこの一歩を踏み出し、だからこれからも僕の家族として僕を導…ああ、ヨアヒム、美しい戦いをした。君の信じた道は…おうえ、ボニャ、ミニボニャ、シェフ、ミニボニャ、デメッド。お帰りなさい。この迷宮の一部として君は想像以上だ。漁師の海に…ベルト王は敵があまりにも強大で、最後彼は残っ…その障壁は死んだものを拒まない。そうだブローニャ、ベルトの肉体は消えてなくなったけど、君がここで見た全てのものは、そしてベルトが命を懸け…さあこれが最後の世界。ここを出る時がその時、僕はその力を借りて。でも律者の…わかりました。約束して、これから何を見ても。約束します。ブローニャは幸運を祈るよ。最後の世界、ゼーレとデザイアジェムが。ブローニャお姉ちゃん、ブローニャお姉ちゃん、目を覚ま…ゼーレ、ここは…はぁ…虹みたいだね。ブロン、急に雪の中に倒れるんだもん。キアナ…何よ、そんなに驚いちゃって。キアナちゃん、ふざけないの。空の律者への総攻撃が。空の律者、でもどうして敵の反応が近づいている。何があったの。崩壊。 I even used a boss. How can you do this to me? What? 生きてるか、バルキリー。ベルト、あなたたちは。油断するな。俺は機甲部隊を連れて正面から。わかりました。最後にご支援ありがとう。戦場では簡単に他人を信じるな、バル。Oh, he looks so young. ベルトよ、どうしてか冷たい感じがし。飛べるなんてすごい。あれが第一。すごいね。でも第一律者は彼って。詳細に関しては私も、ただ今まで一緒に戦ってきて。操縦士もコックピットから出るつもり。うん、人類のために戦う。そう言わないで。キア、この違和感は。ブローニャお姉ちゃん、聖フレイヤ学園とも。怖がらないでください。おしゃべりはここまでに。反応は全て消失。第二律者め、待って、戦場の中心に巨大砲台で。空の律者ともあろうものが。 Wait, this was not in the manga. No, this is the total opposite of the manga. だがそれはどうでもいい。その力、俺が使わせる。Wait, what? He has the voice? What kind of parallel universe is this? What earth is this? 私にこんな雑魚たちの相手をさせないでよね。第一律者、理に走って害を避ける。逃げろ、あの時の俺のように。ただダメ、敵のか。あいつ、このままでは意味がありません。ひとまずあそこの地形なら。メイ先輩、急ぎましょう。飛行はついてきてません。支援を得られるか。デルタ正体、支援を求む。第一列車が裏切った。レゲントロピーの機構と崩壊術。どうして、どうして。律者だからよ。あいつの魂はとっくに崩壊にのみ。あいつがメイ先輩を。メイ、違う、何かが違い。この世界は危険な。ブローニャお姉ちゃん大丈夫です。ゼーレ、ゼーレ、あと少しです。もうすぐあなたを連れて現実に戻る。ブローニャは。ブローニャお姉ちゃん、あれ、キアナ、何かがおかしいです。うん、ブローニャお姉ちゃん。Her eyes, her eyes became red. What the fuck?
戦時精霊。君まだ思考できるのか。おめでとうバルキリー。ゼーレというのは誰だか知らないが、前線のバルキリー全て死んでいっ、俺が天命をはめ、あなたが彼女、君の目から驚き、はあ、憎しみ、迷い、どうして、これがベルト・ジョイスという名の男は1955、いや、ネゲントロピーがベルト・ジョイス、リーゼル・アルベルト・アインシュタイン、フレデリカ、にその名前は全部覚えている。みんな俺の目の前で怖がっている。でも I've never seen Welp so angry in this game. So weird. Even in the manga he wasn't this angry. ネゲントロピーが、光の見えない暗い夜、地の中に倒れた彼は、最後俺は戻ってきた。天命を滅ぼす、あなたはネゲントロピーの滅びた歴史を繰り返し、ネゲントロピーの創立者たち天命に全てを奪われても、だから対価を払った力、居場所、理想、ベルトの名を受け継ぐと同時に、俺はあの男の全てを手に入れた。しかしその名では、なぜを、そうだ、俺が空のリス者を殺してこの世界を救ったんだ。うっし、あの男ができなかったことを成し遂げたんだ。俺はあの人を超えたんだ。 Bro, I want to have this version of Will in Star Rail, man. I just want to have like one moment where he's like bloodthirsty, man. Holy shit. あなたは狂っています。狂ってなんかいないさ。これが俺の力、これが本当の俺だ。射撃開始。What's that random pew? Oh shit! Give me a moment. Another screenshot. もういい。貴様付け。君に指図される筋合い。俺は君の大事な人を殺した。ローニャはあなたを憎んでいません。あなたの目からは弱さ、笑う。あなたは少しも強くありがたい。災いが降りかかって絶望に押しつぶされそうになっても、彼女はただの凡人です。どれほど長い道を歩いたと、どんな時も彼女、何を言っているかわからない。わかるはずがないです。ローニャは、あなたはベルトの名にふさわしくありません。黙れ。君はエデンの星、彼女をつ、ブローニャ、君は答えを見つけたんだね。そんなバカな、ブローニャは、あ、we're gonna get a rush of reason. Is this it? Is this the Honkai Impact? What?やったわ、世界が崩れていく。ゼーレ、いや、そのお姉ちゃんは、ゼーレは誰が私たちに力を与えてくれたか。私たちの命は、ゼーレはブローニャお姉ちゃんを信じてるもん。ブローニャを信じてる。何年過ぎてもあなた、自分の存在ですら保てないのに何するの。いや、離して。ゼーレ、あなたの任務は終わったわ。 Oh no. 次は、Yikes. 私の出番よ。 Oh no. 地形を観察的全員沈黙。 Look at all the triple S. I'm stupid. 迷宮が消えた。 あそこにあるのは断りの律者のコア。セーレ、よかった、無事だったのですね。はい、ゼーレは大丈夫です。ブローニャ、作戦地点やっと会えたわね、お姉さま。あれが断りの律者のコアね。あれさえ、あなたはゼーレじゃありません。ゼーレに何をしたいか。 She's Zele but the D version.
ひどいよ。お姉ちゃんは私のことを覚えていないの？ No, it's S. Yeah, S. Not D. Yeah, I'm thinking of something else. そうね。キョンが初めまして。では、自己紹介をさせてもらうわ。シンビオンズ。私はベネムの中にいる。We. もう一人の彼女。ベネム。もう一人の。もう一人は理解できません。ゼーレを守りたい気持ちはわかる。It's just that we need you to suffer a bit, you know? 方法を知っている。断りの律者のコアを私に渡して。ブローニャは、開演の目を使って。無駄よ。X 点実験は、彼女に次元を行き来する力を与えてくれたわ。これはあなたもわかっているはずよ。でも、心配しないで。どうしてゼーレがここに姿を現す？はぁ？ゼーレにもわからない。時間さえも忘れるくらい。でもある日、やっと逃げられる。その後のことはよくわからなく。答えは、実験が失敗した後、ある日、果てのない闇の中で、私もゼーレも、その正体はわからないけど、あそこから離れるための手助けをしてくれた。漁師の海から出して、現実世界に戻すと約束してくれたわ。 I mean, we'll go that pro armor, man. Ever since I read this, ever since I read the manga, man, my guy has plot armor, it's insane. 待ってください。そのような力を持ってやめてください。やめる？どうして？彼が私たちを助けた。ゼーレが生きていける世界を崩壊に脅かされることのない。崩壊？ゼーレのお姉さんの海から出るためにあなたを利用しているだけです。ブローニャお姉さま。他に方法があるのならここから。Come on, Bronya, just take the Herschel call and then just give us Herschel of reasoning because I already know you already become that Herschel. Come on, show it to me. Show it to me. たとえそれがお姉さまでも許さない。This is Chris. Skill. Wait. Okay. Never mind. Never mind. I was about to see skill issue, and then we are the one that got skill issue. We got off screen. Just like go. Goto. Oh, my left eye hurts. It's not hurt. It's just dry as hell.It's annoying. I should go buy like an eye drop later. ブローニャ、誰？ I can't even go to the gym because of my eye. Because I'll scare everyone in the gym. Nah, JK, it's more of like I don't want to like. Yeah, I'm someone that likes to touch my eyes. So I think it was because when I was in the gym, I touched the top, my eye was itching, then I.Went to soothe that itch and I. Bronya. Doesn't matter. Bronya. Struggle to use the legs. Wow, what an enablis. Bronya. Mirai への道は開いたよ。ツー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 。ツン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  I just use my その力どうして止めるの私が失敗したら彼がその気になればゼーレを現実に連れ戻したからこそブローニャはゼーレ本当は1秒でもあそこには戻りたくないでもゼーレは待ってるって言ったわ。まあ、言ったわね。Just like that? あ、どうやら。What is that? Tlaloc? ゼーレ、Tlaloc? Oh my goodness, don't tell me she got...Oh no, she got sucked into the deep end, jeez. Did we rescue her? She's rescued, right? What does that mean? Don't you disappear.
Don't you fucking... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Disgusting. Is this it? Is this the animation? Yeah, I don't really remember the song properly. But I remember my friend will always spam that song during karaoke. He's been spamming it for don't know how many years really. It is the animation. It is. Let's go! Herschel of Reasoning Bronya, let's go! This early into the game too, it's insane. Is this it? Are we gonna hear it? The animation! The song! The song is coming up! Is this the song? Let's go! Herschel of Reasoning, but where's the song? Where's the song? Come on! No song, okay, never mind. Never mind. I was wrong. Yes, Tlaloc, your third appearance again will be your final. She can walk! She's an enabled, disabled person. Holy shit, she's roller skating. Insane. Oh, look at the backflip. Oh, another backflip. That's like 7 points right there. Oh, look at that. Oh, look at that. A back roll into a backflip. That's insane. That's probably an 8 pointer right there. That horrendous decision. That was a terrible decision. Oh, that's clear. What the? For someone that has not been able to use her legs for years, right? Being able to do a split with Nin the minute she gets to use her legs is insane. Let's not even talk about the obvious here, how she's walking already immediately. Okay, let's not talk about that. Okay, I'm just gonna assume the Herschel powers, right, recover everything, including the master mind connection. Holy shit, she's on a motorbike. Ghost Rider could never. Oh, and then. Can you imagine 2 chapters ago we were grieving over Kimiko? And now we're just here, it's just vibing. Just vibing. Oh, I'm so sweaty. I just showered too. I'm so sweaty. She's like, skill issue. Is she going to revert back to normal Bronya now?
Wait, she did. Her hair got longer. Bro, I was expecting a credit scene here, but there's no credit scene. I don't know what's going on, man. Is this the introduction of something? What's going on? So sweaty. Oh, I'm tired. Jenny? Oh my neck. I'm no longer young, sadly speaking. Can't do that shit before my neck, but just deciding to like emo. Is she regaining her emotions? What is that? When was that ever a thing? When is this ever a thing? Why is there a bitch episode burning up? What is this? Is this like an ending scene? Like what's going on? What's going on? What? The two butterflies. Ay ay ay, I'm a little butterfly. Climbing through the sky like a diamond in the sky. And then we just see Teresa, yeah.